8時9時には終わらなきゃいけないみたいなルールがなかったので、電話の受話器と手にガムテープを巻いて1日11時間ぐらいやってましたからね。なんでこんな辛い思いするんだろうと思って、たまたまその時に会った IT 系のお客さん、アポイント取らせてもらった IT 系のお客さんが、まあもうバリバリの営業マンで、で IT 系のお客さんっていうのはその電話営業じゃないんですよね。もう本当に夜お客さんと飲みに行って、飲みに行くところで名刺交換をして、で翌日にはその人にメールをして、アポイントを取って仕事をしていくということをもう当たり前のようにやっている業界だったので、その人に本当に教えてもらってから、お客さんの紹介をもらうようにして、もうみんなもう本当に朝から晩まで電話営業しているところをもう僕だけ夜飲みに行ってお客さんの紹介もらってっていうのをやり始めたら、まあ普通の人たちよりは成績が上がるようになって、でそれを今でも続けてるだけですね。でただ一方でですね、まあそのいわゆる社員さんの立場に立ってみると、電話営業の苦しみを知ってるとですね、すごく仕事がうまくなる、お客さんに対しての接し方だったり、その苦労を知っている人間たちと全く知らずにこの業界で仲をやる人間とはですね、まるで中 の仕事の内容が違うんですね。営業が取ってきた、ね、一つの案件というものを中の人間が大切にしないとやっぱり、業界難しいんですよ。その経験をしたことで多分、その後違う仕事をしてもものすごい役立つと思うんです。実際に僕の、後輩で半年ぐらい電話営業してどうしても自分には向かないって言って辞めた人間がいるんですけど、彼今ある飲食店をやっていて、オープンしたてに全く人が来なくてですね、ハローページを見て電話営業したんですね。でそれでやっぱり成功した例があって、電話営業を経験しておくことというのはこれからその社会に出てずっと働いていく人間としてはものすごい価値のあるものだと思います。会社としては今月に1回必ず個別のミーティングを私が、社員一人一人全員に、大体1人30分ぐらい使って、今何を思ってるのかだったり、まあ、どういうやり、なんていうんですかね、不満を持ってるのか、新しい仕事、なんかこういうのをしたいとか、そういうのを必ず毎月1回時間を取って聞くようにしてます。バスツアーというのは先ほど言ってた社員たち一人一人にどういうのやりたいという話をしている中の一人の社員が言い始めたことだったんです。普通に20人30人集めてしまうと絶対そこまでの詳しい話ができないので、より深く一人一人のお客さんたちに、聞いてもらうということで始めたのがバスツアーですね。ですから私の案ではなく、本当にその社員一人の案で始めたことですね。自分で発想することって大体ダメですね仕事にならないですね。やれるといいねだけで同じ仕事をずっとやりたいっていう人って多分7割嘘だと思うんですね。むしろ自分が何をやりたいかはっきりビジョンを持ってる人間の方が今頑張れると思う。それはもう本当に応援したいと思うし、そういう人こそ多分自分との思惑とは違うことをやっていてもちゃんと頑張れると思う。さっきの電話営業がまさにそうですね。何かの目標がなかったら電話営業なんて面白いわけがないので、社員たちにその発想を出してもらっているのも多分そういう環境にないと言葉が出てこないと思うんですよ。そういう環境づくりはすごい意識しているところですね。その何でも話せるような、これから多分人を入れてもですね、言われたことをやれる人はいらないんですね。言われたことをやってその上で何か、プラスアルファやれる人っていうのがこじんまりしちゃった人じゃなくて、怒られてもいいからやってみようと思う人間が欲しいですね。もし新しく入れるんだ